おいモズ、あ、まずっ、ちっとやろ、分かってんねんで。オッケーモズ、はい、どうもぬいさんぽです。それではね、今日は、またフリフォーやっていきたいと思います。セラフでいきます。見てください、素手です。素手じゃないんですけどね。今日はちょっとモズを、セカンダリーで一番強いと言われているモズを使って、フリフォーやっていきたいと思うんで、頑張っていきましょう。さあ行きましょう。もう気合が違う、素手で立ち向かおうとするこの気合、気合、さあ気合だよ、気合だろ、気合だろ、これ気合を。おいモズ、リロードが遅いっていうね。ほんでアタッチメントもゼロです。これゼロタッチメントです。ゼロタッチメント、はい、ここも、イエーイ、そこにね、足跡がする。おい強えなモズ。おお、ちょ待って、待っ、わーマジかよ。この難点はね、リロードなんですよ。リロードがね、もう沈活レベルに沈活なんで、リローディッドが。はい、よーし、とりあえず1位です。とりあえず1位、ほらー、これですよモズの強み。ただだけど連戦できへん、こんだけリロード時間かかんねんから。はいモズ、ちょっと早込めて、弾めちゃめちゃ時間かかるからさ、これ弾込めんの。そこおるよな、おったよ。あー、もうこれパンチだ、おら気合が違うんじゃ、気合がよ、おる、あいつ何もしてない。じゃあこの距離ちょっとリロキャンでやったら OK。 まあまあまあ、これでいい。おい強い、っていうか弱い、みんなここ、この部屋。いやそれやったらワンチャンいけるやろこれ、普通に。よ、普通に強いってことになってくるんだよな、これワンチャンな、これ。うん、コシコシしてるけど、ええ、あ、それは無理、弾がないやん。さあお兄さん、弾ないのに勝負しようとしたが、あ、お兄さん見えてたね。これ無理やろ、それは。エイムの良さを見せとったけど、今すごくエイムだけはいいと言われているこの、おらおらやばい、待って、ちょっと待って、回復するか、あー、待ってよ、待ってほしいって言ったじゃない。お、そこにいる、このハゲがよ、ハゲ親父がよ、バカ野郎。はい、そこね、はい、危なかった今の。はいはいはい、どこや、違う、間違えた、こっちや。はい、これほんまリロード、結構リロードに時間がかかるから、そこおるよな。おお、あー、もう無理、6発というこの前は前は6発というこのね、この、はい、とりあえず弾もいるけども、それもそうやけど、無理やん、6発少ない。ちょっとここに来て、この6発の弱さが出てんちゃう。いや、こういう時にアナイアレーターを使っていくんだよな、残念ながら。こういう時にアナイアレーターを、あ、残念です。モズをさ、これしっかり使いこなせてこそ、やっぱ実況者でしょ、実況者の鏡ってやつでしょ、これ当たってないんだよな、これ全然当たってないんだよ。マジかよお前、ショットガンはない。今のはね、クソエイム来ましたね。うん、
やっぱね、はい、これをダウン。いやもういいのいいねんって、ほんまもういいのいいねんって、正直いいから犬は今度で、俺そんな犬好きちゃうし。いやこれで1個使うのはマジでもったいない。上空に敵の UAV。 オーケー、犬にはやらせない。色さして、色さして。知ったやろ、分かってんねんで。オッケー、モズ。おい、モズ。さあ、どういう感じ？どういう状況？これ。あ、まずっ。あー、もう負けるか。やっぱね、ノーアタのこのこれちょっと厳しいかも。あ、まあ、トップ3入ったし、オッケーにしとこや。え、1位やん俺。え、いや、ちゃう、1位のやつ抜けてんやん。まさかの、まさかの優勝。そしてここやっていく。そしてリロードして、もう1キル。これモズ強いよ。はい、モズってまーす。はい、というわけで、あのセカンダリーはモズということで、これ絶対使った方がいいと思います。はい、じゃあ今日はこんなところで終わらせていただきます。ありがとうございました。おつさんぽ、バイバイ。